いつもお世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は作業現場の安全確保について紹介させていただきます。これは生産性向上をやるための基盤になります。ということでここにあるような内容を3名の方がある会社でやってたっていう内容なんですね。これはですね、 M 社の A 工場長が就任されてですね、まあ今までもやってきたんだけどもね、徹底的にですね、一番いいやり方を探して、それを適用していこうよということで、調査研究しようっていうところで出発するんですね。しかも対象はですね、科学的アプローチ。ということでね、人が怪我をするっていうのはエネルギーとの触れ合いなんですよ。だからそこをね、危険予知して対策していくっていうところにポイントを置いて、あとのですね、精神的な内容とかいろんな内容がありますけど、それはですね、ちょっと後にしようよということなんですね。そして具体的にはですね、さらにここにハインリッヒの法則を利用してね、このヒヤッとの段階、要は危険予知トレーニングですね、KYT の内容をですね、具体的に活かす。ということで、ハザードマップも作ってですね、全社で、あるいは個々の職場で、絶対怪我が出ないようにしよう。しかも仕事する人がね、難しい仕事であれば、しっかりした資格をね、保有しながらやるようなとこまで持ってきたいな。まあこれは航空機でやってるんですけども、そういったことを計画してます。ここに火のないところに煙が立たぬっていうことがあります。要は、急いでやってね、怪我をするっていうことを含めてですね、そういうところら辺も、なるべくですね、そういうことが起きないようないろんな条件を揃えていこうよと。特に人の場合ですから、手順の中で問題が起きますので、その手順の中に起きる問題をですね、ビデオ撮りして、起きない方式を作っていこう。ということで、3名の方が具体的に取り組んでいくわけですね。で、例えばの事例ですけどね、ここに JR 西日本の話があります。沖施設からいろんな話が出たんですけど、直接的な原因はですね、T 運転手がね、新幹線の運転手を希望したんですけども、オーバーランをあともう一回やると、もうさせないよって言われてたんですね。まあこれがために、要するにスピード出した、この遠心力で脱線しちゃった。一瞬にして107名もなくなるという大事故が起きたわけですね。これは物理現象なわけですけども、これは新型 ATS をつけば絶対に防げたんですね。まあ裁判ではね、なんか社長以下ね、無罪。それだけの証拠がないということですが、経営トップがですね、そういう重要なことにお金を出さないっていうのもちょっと問題じゃないですかという話も言えてます。それに対して JR 東日本では見事にね、最初からこういうこと起きないような仕組みを作ってますよね。まあこういった内容も対比しながら説明してます。さらに、かなりのですね、能力ある人でもね、手順の中にミスを犯す危険性があるんですよ、ということですね。だから、できればですね、21世紀ですから、ポカ除けを適用しよう。ということで、事例としてはですね、例えばプレスね、これ指挟んだりして、切っちゃったりしたら大変なことになります。だから、1番目のとこで材料をセットして、プレスを下ろすときには2番目のとこでね、やろうと。こういうのがね、一般化してるんですよ。ところが IoT になってますから、そういった材料の取り付け取り外しっていうのは、まあロボット化もあるねっていう内容まで触れてます。次にね、ポカ除けで、こういう高度なものでなくても、例えばね、これは私がやった例なんですが、ここにですね、どうしても、ね、塗布に定量液をつけなきゃいけない。そのために熱い、怪我する、不良も出る。こういう問題があったんですね。ところが、世の中を見ますと点滴があるわけですよ。だからこういうものをね、上手に使えば問題が解決するよということで解決した例です。金型なんかね、熱くなってると色を見てもわかんないですよ。だけどサーモテープを使うとですね、最初から危険を感じるんで、火傷はしませんよ。こういったポカ除けの例が出てるってわけですね。で、こういったものをくぐり抜けた後は、要するに危険の感知力が問題になるんですよ。ということで、ハザードマップね。この例、これをですね、演習問題を含めてね、本には載っけてます。
こういうことを徹底的にやった会社、デュポン。これでは20年間ね、怪我ゼロなんですね。しかもね、交通安全までこれを及ぼしている。ということで、個人の幸せまでね、安全性を考えている。という内容を載っけてます。まあ、こういったことを参考にしながら、S社ではですね、工場長は川端さんに、ここですね、いわゆる、ヒヤッと段階から対策していこうよっていうことで、やったんですね。そしたら、もう、要するにハインリッヒの法則通り、怪我が出なくなっちゃったという例もあるわけですね。まあ、こういった例をもとにしながらですね、安全対策っていうのはいろんなところでいろんなやり方がありますけども、それをですね、個人として身につけていただく。会社としていろんな条件も整備していく。というふうな方式でね、やっていくとですね、ISO の45001。このね、いろんなチェック項目やなんかも全部入って、実務的な展開ができるので、ぜひご利用ください。という内容が、この本にまとめられておりますので、ご利用願えるとありがたいなと思う次第です。